はるか、中井さんと約束したんだってね。私たちに負けたら大阪芸能に来るんでしょ。どっちにしたってダイナチアは終わってるみたいだけどね。あんな、悪いんやけどな、後にしてくれへん？こっちもいろいろ準備があるんや。知らない顔がいるかと思ったら新しいマネージャーさん？そっか、マネージャーさんも確か大怪我したんだっけ。すごいね、はるかちゃん、あんたマジで疫病神なんじゃないの？嘘、なんだか怖い。ちょっとあんたら、言うてええことと悪いことがあるやろ。やだ、おばさんムキになって怒っちゃってる。ほんと、やだね、ただの冗談なのにさ。やめてください。何を？私たち、なんかした？何もしてない。でも、それ以上言うと後であなたたちが辛くなるだけだから。何よ、まさか勝った気でいるの？行こう、はるか、この子らに何言うても無駄や。私、負けません。社長のためにも絶対負けるわけにいきませんから。いいわよ、その代わりうちに来たらたっぷり可愛がってあげる。今の言葉高くつくからね。ほんまに、あれが大阪のトップアイドルかいな。ファンはあの子らの一体どこがええねん。はるか、事務所命令やで。絶対あの子らだけには負けたらあかん。プリンセスリーグで大恥かかしたり。大恥だなんてそんな。でも分かりました、勝ちます、絶対に。せや、そうこな、社長や堀江君に合わせる顔がない。さ、ほんなら始めよ。今日の衣装に着替えて、気合い入れてや。うん、ええわ、ごつかいらしいわ。そんな風に言われると照れます。そうか、ほんならあとは本番あるのみやな。はい、どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。なあ、はるか。はい。この部屋出たらもう後戻りはできんよ。わかってます、一度きりの本番ですから。そういうことちゃうの。なんていうか、こう、もう普通の女の子には戻れんっていうか。え？ええか、はるか、よう聞いて。あんたはここで勝とうが負けようが、もう普通の高校生活は送れんようなる。勝てばメジャーデビュー、家におっても学校おっても人の注目の中生きていかなあかんようになってまう。逆に負けたら負けたで恥さらしや。周囲が同情してくれるうちはまだええけど、それがそのうち蔑みの名に変わることもある。芸能界ちゅう世界は結局勝っても負けても地獄っちゅうこっちゃ。天国を味わえるんは一瞬しかない。それでもあった、夢目指して頑張れるか。けど、もしあんたのほんまの夢が別にあるんやったら、ここが最後の選択になる。どないする、はるか。あんた、ほんまにファイナルラウンドの舞台に立つ勇気あるか？覚悟は決まってます。どんな辛いことが待っていたとしても、やらないで後悔するのだけは嫌ですから。今はもうパク社長の夢は私の夢なんです。わかった、そうと決まれば。はるか、このファイナルラウンド絶対に勝って帰ってくるんやで。はい。
皆様ご機嫌いかがでしょうタイム、司会のドルチェ神谷です。とうとうこの時が来ちゃいました。泣いても笑ってもこれが最後、プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの幕開けです。細かいルールはもはや説明不要でしょう。優れたパフォーマンスでより多くの観客からの支持をゲットしたアイドルの勝利です。決勝戦もついにファイナルラウンド、この戦いで獲得したポイントが勝負の分かれ目になるのは言うまでもありません。戦いが終わった時、プリンセスの座を手に入れるのはどちらのアイドルか。それではご紹介しましょう。まずはこちらのアイドルから。完璧なスタイルに一糸乱れぬ完成されたダンスパフォーマンス、シンメトリの美しさに見る者全てが引き込まれる。2人の親和性は偶然、それとも必然か。今世紀唯一無二の究極ユニットTZ!迷いながら苦しみながら、それでも歩み続けたプリンセスリーグの激闘の数々。強い意志を秘めた瞳が見つめる先にあるものは、紡ぎ出すは未来を描く決意の歌声、聴く者全てに希望を与える奇跡のアイドル、沢村遥か。さあどちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それではファイナルラウンド始めちゃいましょう。レディーゴー。